先に大将を引きずり出したのは暴力、そしてスワルは大将、前回覇者 KI。 さあ清流と期待 KI ユダ、中堅大将戦、さあどう立ち回っていくか、境幕前出しから 2B、 さあじら当ててジャンプ C からジャンプ BC からグレイブ、さあじら埋めて、さあこれはガーフの流れ、今のはガーフ連携です、ダガルからタメバニー、さあここは 2B からスタンプ BABA でピロしてバニー当てて、バニーからスタンプジャンプ BA からグレイブ、シネムシキラのように 5A から1コロですね、グレイブでフィニッシュ。さあまず取っていくは KI ユダ、開幕は距離を離していく、地雷 6A ですね、 6A 合わせて、さあ着からさあここでガーギャン通していく、下右から統計号で地雷を潰していく、スタンプ、さあ上、ここは上から潰して 2D で鼓膜も潰しながらコンボを決めていくのは整理時、転生100列拳、転生100列拳、ジャンプ B 転生100列拳落としてしまう、そこから飛んでかしていく、ダムを機材で、さあハイジャンコンボ決めて気に入らない、さあこれガーキャン返していく、さあここはバックステイ、ダガキャンが入りグレイブ、シネ、虫けらのように決勝し、勝ったのは KI。 そして大将スワルが紅の豚、令和の時代に08投撃決勝戦の組み合わせが見れるとは。さあ大将戦になります、紅の豚と期待 KI ユダ、総力戦の末最後に立っているのはどちらなのか、紅の豚なのか KI なのか、06覇者なのか08覇者なのか、さあ見ていきましょう、ラウンド1開幕バディー、グレイブジャンプ D からシネムシキラのように禁止から1コロ、立ち上から1コロあって、スタダガルから BBC からシネムシキラのように近隣2から、さあここはスカシゲだ、バーに当ててスタダガル、グレイブからシネムシキラのように、さあ手見にはダム、バーに当てて恐竜渦当てて、まず取っていくは KI ユダ。ラウンド2、さあ開幕はどう動くか、スカークは形やからダガール、さあここはブート全部使っていく、攻めに行ったが、これはうまくクレーンブター対応していった、西西から2A、西西からグレイブ、ジャンプ BD 転生100列鍵盤に当てて置き攻め、さあここはうまく飛んでかわしていく、ダガキャンからシャミティ当たってしまう、西君から 2A2C2C グレイブ、ジャンプ BD 転生100列、 2A2C2D 断刃剣、さあ近隣のやつから奥攻め、クエンビからジャンプ D、 さあコパンから当たっている、しかもヒット側にしっかりでピオラして転生100列剣バニー、バニー当てて、さあマリブーストしっかり西をフィニッシュ、取り返すクレナイド豚、最終ラウンド、どっちが勝つんだ、統計校ガキャン通した、バニー、さあジラが当たってジャンプ C から BC からグレイブ、ダム結界入らない、しかしさあ 2B からどうなる、攻めていってるのは、さあ仕込んだが、さあそこには地雷があった、伝えていったがどうなる、せっかくこう当たらない、ジャンプ C、 バニー当てて大き攻め、だから埋めてジャンプシーンから拾って、遠心から決勝し、勝ったのは KI 魔王軍、勝ち上がりは魔王軍。
妖精ユダ対 KI ユダ、会場からは妖精の、そして握手を求めて、カラーか、あ、そうだ、カラーかぶってんださあどうぞどうぞとどうぞどうぞと、色使ってくださいと返事してないよねさあどうなるのか。まず最初の見どころ、カラーどっちを取るのか。さあ先に選んだのはスピー側ですね。ワンピー側が妖精イダー、感謝で極徒剣空飛ぶ妖精イダー、対する 2P 側魔王軍、色を取っているのは KI。 さあマントがピンクの方が妖精ユダ、マントが赤い方が KI ユダになります。エンケルシーバニーから、さあこれはガーフでございます。ユダならダガキャンで何度かなるんですが、先ほどダガールはいなかったので、さあここは 2P 側限定の肝積みルート、ダガ落とす。さあ君から固めていく、さあ固めていって固めていって右から、さあここはチートはバクテうまくかわしていく、飛んで勝てが、それは空対空で追っ払ってダムが入らない。上からダガキャンから、上からダメ場に届かない。ジャンビー、さあ動いてるのは KI だ。グレイブから禁止、グレイブジャンプ ABABA でフィニッシュ。まず取っていくは KI だ。さあラウンド2開幕どう動くか。さあ突っ込んでいった、投げて、さあこれはうまくいかなかったやつ。ジャンベイからグレイブ、受け身狩り、エンケルシーバーに当てて禁止、ニシー、グレイブ、さあこれはうまくいかない、スタンプ、さあ1コロが当たってグレイブ、ニシーから 2D ダガール、さあ 2B が当て、さあグレイブ、さあダブ結界バーに当てて、ニシー決勝戦、勝ったのは KI 魔王軍。さあ決勝へ進んだのは魔王軍。さあ先に大将出てくるのは魔王軍。スバルは前回覇者 KI。 だがこの男幾度もこの状況でチームのピンチを救ってきた。まだまだ全然わからない、先方大将戦、ゆっとりときたい KI ユダ。ラウンド1、さあしゃがみに通して、さあここはうまく飛んでかしていく、さあコパンこすりかっているのはゆっとりのとき、ジャンプ B 転生 2C から、さあうまく飛んで 2B、 さあうわこう着地に合わせて転生100列 2C グレーブ、ジャンプ B 転生100列バンに当てて、ジャンディコパコパ、ジャンプ D 転生100列系ダガギャン、コパンで返していく、連勝レッパーさん星を出せ、格好はバビが勝つ。ジャンプ B、 ジャンプ B 天使 5A5A ダガールから BC 禁止演習、グレイブ 2A 立ち絵から BABABAC 金 B 金 D ダム決壊、ハイジャンコンを決めて 5A ダガール 2H コロ、5ヒット刻んで1コロ、グレイブダガールからのドリブル、さああとは刻み続けて刻み続けて刻み続けて、まずは KI。 ラウンド2開幕どう動くか。さあ MB 入って、さあここは仕掛けていく、ジャンビーからガキャンガードして、ザガキャンが最速処理落ちにも負けない。ジャンビー BC 禁止 NC グレイブ 2A 立ち絵から BABABAC 5A 禁止ダム決壊、ハイジャンコンボ決めて 5A ダガール、さあこれは拾っていく、グレイブダガール、さあドリブルルート入って、あとは自分との戦い、ミス音が消えた。
マイクが戻った、あ、復活いたしましたね。大丈夫です、ありがとうございました。さあ、ユダ同キャラ中堅大将戦、イワキン TV 中堅ソッド、対するは魔王軍大将 KI。 ユダ同キャラ、青い方がソッド、赤い方が KI。 開幕バニー、バニー先に触るはソッドリーダー。さあ、ダガールもケアしながら遠距離シータイク、遠心場にあって 2D からジャンプ B から、さあ 2B2D ダガール埋めて、さあ上からスタンプ、まあ 2D 潰していく。さあ、ここはうまくダガールを使ってバック回避、ブグレ、ケシー、スタンプ、ABABAB、寄らせて、バニー当てて、バニーから西木に、ブーストスタンプ、グレイブ、シネムシ、護衛から西井、連勝レッパー、まず取っていくわ、ソッドリーダー。ランド2、開幕どう動くか、様子見ながら、チャンスを伺う。さあ、グレイブタイプ、画面端から逃さない。だが、ここでガキャン通して、バニー。さあ、ここはジャンプ限界6位で透かして様相破産が当たらない。さあ、これはさあガードオフの2位からジャンプ B、ジャンプ 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 B、 5位から連勝レッパ6位。さあ、ここはうまくダガラってグレイブからテーダ通して、ダガキャンガードしてテーダ通して、バニーから西井キングブーグレーからテビー当てて決勝戦、優勝はイワキ TV!